はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ティアラメンツをぶっ込んだプルザープランツデッキをねご紹介していこうと思っておりまして、大好きな、捕食植物を本日も使っていきます。ティアラメンツ環境になってね、まあ普通に純正ティアラメンツがめちゃくちゃ多いと思うんですけども、何も強化されたのはティアラメンツだけじゃなくて、なんかいろんな融合テーマ、まあ、特に、ティアラメンツと融合召喚していけるようなテーマって結構強化受けてるんですよ。楽園とか、まあ、今回の捕食植物はそうなんですよ。捕食植物の強いところって、まあ、展開上ダーリングコブラがね結構しやすいということで、ダーリングコブラが出てくるとデッキから融合魔法カード、フュージョン魔法カードを手札に加えるっていうことができるんですよ。で今までは僕フュージョンデスティニーと組み合わせてね、デスティニーヒーローを出していたと思うんですけども、そこの枠がね、簡易融合インスタントフュージョンになりまして、でインスタントフュージョンイコールキトカロスイコールウルカロスだったり、まあ、イコールドラゴスタペダになるので、この辺ね、だから簡易融合イコール捕食カードなんですよ。簡易融合はティアラメンツカードでもあり捕食カードでもあるということで、まあ、このカードをサーチできるから結構相性がいいと。で基本的なムーブは楽園の動きをしていく感じになります。楽園捕食デッキなんで、なんで、まあ、楽園融合とかでね、手札に合わせてビビルスポ落としたり、まあ、デスピン落としたりして、展開していくんですけども、まあ、この展開の中に、なんか、オフリススコーピオの展開が混ざったり、サンデオキンジの展開が混ざったり、それから、まあ、簡易融合察知して、簡易融合からのキトカロスとか混ざったりするって感じですね。結構ね、まあ、展開パターン一つじゃなくて、なんか、いろいろ、なんか、組み合わせで、あるので、まあ、上振れると、ミラジェイド、ドラゴスタペリア、ドラゴスタペリア、ルルカロス、みたいな、クソやべえ場面になってきたりするんで、まあ、ちょっと対戦動画でやってるんでね、その辺ちょっと見ていただければなと、はい、いうふうに思っております。非常に強力な、このティアラメンツ出張型デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ大好きなユーリ君のデッキも魔改造されたというところで、今回は捕食植物にティアラメンツぶち込んだ最強デッキをねぶん回していきたいと思います。さあ、オフリススコーピオ君の効果を発動するぜ。プルタプルツで、ビブリスポを墓地に送りながら、自分のデッキからプレデタープランツモンスターを特殊召喚作業で、ビブリスポのモンスター効果発動、捕食植物カードを1枚手札に加えることができるぜ。オフリスから入れるとねかなりね展開は割と安定するかなというところなんですが、相手なんもねえのか。アンブロメリディスを出していくぞ。さあアンブロメリディスの、融合召喚成功値効果を発動、プレデターカードを1枚を手札に加えることができるぜ。これはですね、まあ、一旦捕食計画かな。そして、アンブロメルディスの効果を発動。アンブロメルディスの効果によって、プレデタープランツ、アンブロメルディスを墓地に送りながら、自分のデッキより、プレデタープランツ、ダーリンコブラを特殊召喚、ダーリンコブラのモンスター効果発動。フュージョンまたは融合カードを1枚を手札に加えることができる。もちろん、ここで加えるのはインスタントフュージョン。これサーチできるのがね、この、プレタープランツのいいところですね。はい。ここから普通にキトカロス出していけるんで。ははは、強い。さあ、ティアラメンツキトカロスの特殊召喚。ティアラメンツキトカロスのモンスター効果発動。ティアラメンツカードを1枚を手札に加えるか墓地に送るという効果。まあ、これどっちでもいいんだけど。さあ、ティアラメンツシェイレーンを墓地に送り。ティアラメンツシェイレーンのモンスター効果を発動。ティアラメンツシェイレーンのモンスター効果により、融合召喚。現れろ。ドラッグスタペリアバツクタン。そして楽園融合を発動。楽園融合の効果によりルベリオンを、これは召喚権使ってるので、まあ一応悲劇かな。これ分かっちゃったわ、分かっちゃいましたわ、分かっちゃいました私。ルベリオンも特殊召喚していく。そして、ルベリオンの効果と、あれこれ合ってるよね、俺シェイレーン使ったんだよね確か、確かシェイレーン使ってると思うんだけど、あ、危ない危ない危ない。よかったよかった。よかった。これね、どっち使ったかマジで分からなくなるんだよね。本当に。で、ティアラメンツハーフにするとキトカロスをデッキに戻すことによって、特殊召喚効果を1回封じることができる。ティアラメンツルルカロスを融合召喚。そして、さらに、ルベリオンと、アルバスをデッキのし、あらあらろ、危険竜、ミラジェイド。これは発動しない。これ楽園追放あるから1体戻ししていいか。これは
楽園追放でドラゴスタプレイヤーを蘇生できるように しておくと多分もう一防が増えるんで、ここはドラゴスタプレイヤーですね。で、スタプレイヤーと、あ、これあれか、ルルカロスでよかったか。あ、これルルカロスでよかったわ、ミスった。まあいいや、いやでも蘇ってくるから大丈夫。蘇ってきて超融合するかもしれないしね。これでエンドで、さあこれで一応体感、いやちょっとねこれ今最後のルルカロスでよかったわ。これルルカロスって融合剤など持ってこれるんで、ちょっと若干ミスった気がするが、まあでもこれ大丈夫、十分強い。選んで除外1回で、うららでモンスター効果1回無効で特殊が1回無効なんで、これさすがに強いですね。これはさすがに1回うらら打って、でなんか墓穴とか言われたら普通にドラゴンサベリアって言えばいいから OK で、通るで、ティアラメツレインのハートは無効になっていく。で、あとはシェイレンとかしかないで、愚かな埋葬、愚かな埋葬どうぞ。まあさすがにこんだけ妨害あったら大丈夫じゃねえかな。ちょっと若干最後の方なんかぐちゃぐちゃってなってミスったけど、あ、キモあ、キモ、これうらら早かったかな、これドラゴンサプレイだったかな、これやるね、アギドは。いや、これでも無効にする方法ないね、これ先打ちだな。先打ちでこれ石津落ちるとやばいんですよね。石津キミック落ちると普通にその自分の墓地のドラゴンスタフェリアが戻されるパターンがあるんで、じゃこれでこうしてですね、でこれでモンスター効果2回無効、今残ってるのがね、モンスター効果2回無効を選んで除外1回、特殊が1回無効ですね。あ、でシェイレーンも落ちた。シェイレーンは、あ、一応、あ、デスペ落ちてるか。あ、じゃあマスカレイとか出せるのかな。マスカレイと出そう。さすがに使用量は徴収していくスタイル。あー、キルド落ちてる、オッケー、危ねえ。そう、このこれがあるから、まあ、一応でも楽に強い打っといてよかったの。じゃあはい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 、いいでしょう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 、それは問題ありません。まあ、戻されるのは慣れてます。で、特殊ができるモンスターいませんでした、すいませんでした。まあ、言うて墓地そんな強くないな、相手墓地、墓地の落ち方雑魚。インスタントフュージョン、黙れ黙れ黙れ。さあ、インスタントフュージョンの効果を無効にし、破壊しながらルルカロシャンを墓地に送りで、ルルカロシャンは融合召喚ちゃんとしてるから、墓地から蘇ってくる。やっほーさすがに強いと思う、さすがに強い。いやー妨害残りすぎだけどな、妨害あまりにも残ってるけど、ハウグイズもない。で、ミラジェイドなんかもう余ってるから、まあ適当に除外して、クソ適当に除外して、はい、オッケーで効果強すぎて腐らんだけど、なんか相手言うて手数あんまなかったから、普通にこんなに妨害いらなかった気がするけど、だって今まだ3妨害残ってましたからね。バトルゴー。いや、これは非常に素晴らしいデッキなんじゃないか。インスタントフュージョンサーチできるってなかなかないですからね、他のデッキではない。これはまあ素晴らしい特徴と言っていいんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。あー、なんかハンドめちゃくちゃ強そうハンド鬼強そう。あ、オロフクか。いや、オロフクはね、あのベルリーノ持ってこられるんで、結局多分ね、ここに打たないといけないんですよね、ウララって。これがやばいっすわ。普通にこのオロフクに打たないと結局ペルレーノ発動されたらもう遅いから、あんまり意味ないみたいなとこあって、あー、まあハウフにすかな。これでなんかさ、俺ティアラメンツ落ちるとかいうさ、奇跡ムーブないかな、これ奇跡ムーブ。これでさ、まあ、ちなみに全然ティアラメンツカード入ってないから落ちたんだけど、やった、墓地落ち強。いや、これはいけるぞ、これはいけるぞ。いや、これは強い、普通にこれさすがに強い。で、ティアラメンツシェイレン効果で、ビブルツ効果。いや、これめちゃくちゃ強い。で、増字も一応打っといて。いや、これ相手結構辛いでしょ、これ。こんだけ誘発と、なんか、相手ターンにその木とガラスを出されたら、普通に、鬼のように上振れ展開ができそうだな、これ。さすがに。で、G も通ってて、で、キトカロスからのルルカロス、これターンプレイヤーの方が優先権的にチェーン1になるからさ、シェイレーン使ってるから、まあ、要はハウフニスを送ればいいんだな。
ハウフニス送ればいい。で、キトカロス出して、で、相手のメイルの効果で多分キトカロスが出てくる。で、多分相、ターンプレイヤーの優先権で、相手のキトカロスがチェーン1になるから、こっちのキトカロスがチェーン2になって、こっちから処理入ると思うんだよね。で、ティアラメンツキトカロス OK。で、あ、ディーリークロー。強引くカード全部強。で、ティアラメンツキトカロス効果。キトカロス効果発動して、ハウフニスもある、OK。ハウフニスもある。まあ、それはいい。で、自分の方の、ハウフニスと、はい。墓地の落ち方、あ、シャドウドラゴンか、OK。で、これはで、どっちだっけ？シャドウか、OK。これ、どっちだっけな、ハウフニスだった気がするね。ハウフニスだね。シーレンが打ってるはずだから。で、キトカロスで、テクナに加えるか、墓地の来るという効果。いや、これさすがに強いでしょ。これ黒もあるよ。相手結構融合しづらいんじゃない？これ。あ、オッケー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 。シェイレンね。で、シェイレン効果、ハーフニス効果。で、黒効果使っちゃっていいか。この空中戦すごくない？あまりにも空中戦なんだけど。さあ、ここで、相手のモンスターだけ除外して、自分だけ融合していくスタイル。どっちのターンだよっていうね。お前、今どっちターンだよっていうね。これ空いてたんです、今。空いてたんです、今。はい。空いてたんなのになんか知んないけど、謎にルルカロスが出てきて特殊召喚無効って言ってきますね。はい。さあ、特殊召喚無効で、シェイレーンの効果が DD クローによって、無効になっているので、これ発動できませんでしたと。さあ、どうするんでしょうか。なにーだーにやりやがるぜ。やばい、リンクサインされる。ルルカロスが、俺のルルカロスが、俺のルルカロスが返せ。あーちっしゃー、俺のルルカロスよくも。おっと、でもそんな感じか。なんかなんだかんだ弱いぞ。まあでもあれサリーグだろうなと思うんだけどな、多分サリーグだと思うんですけど。まあでもこれ多分ハカードも引いたんで結構強いですね、これ。どこから行きましょうか。まあとりあえずここから行きましょうか。楽園開幕発動、G 取ってるんでね、まあさすがにねって感じですよね。で、ダーリンコブラ、墓地送りながら、アルベルを特殊召喚。あれ、なんかあんま相手なんもねえな。で、アルベル効果、特殊化成功時、楽園系のカード持ってこれる。まあ、赤の楽園か。はい。これはあとはワンキルができるかどうかですね。多分こんだけハンド強ければいける。俺のガバプレイが発動してるとしても。いや、わかんないけど。リュウ実況チャンネルは、ガバプレイで有名なんで、ちょっと待ってくださいね。これはですね、アルバス君を送りまして、で、ルベリオン出します。ね、ルベリオン効果発動する。で、墓地送るのはもう、ウララとかいうカードいらない説ある。で、ビブリスプ、回収するのは、召喚券まだ使ってないんだよな。召喚券使ってないけど、これオフリスですね。で、ルベリオン効果、まあ、普通にミラジェイド。で、アルバスと、ルルカロスをデッキに戻す。OK。で、これでもう一回ルルカロス出せる。もうね、融合しながらね、デッキで素材戻すのマジで、コナミ君やめた方がいいと思うよ。これなんかやってることおかしくないか。なんかリソースがどん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 回復してたり融合しながら、意味が分かんないよな。これ結構意味分かんないんですよね。でサンデー禁止特殊で、サンデー禁止効果発動して融合していく。アンブロメリデス、はい。でアンブロメリデス特殊召喚成功時効果でプレデターカード持ってこれるので、まあこれブフォリキュラかな。ブフォリ持ってきて、展開が止まらないぜ。あまりにも展開が止まらないぜ。モンスターをリリース、ふいっ。そしてリリースして、デッキからダーリングコブラを特殊召喚、そしてダーリングコブラのモンスター効果発動。これによってフュージョンまたは融合マジックトラップカード、マジックカードを1枚手段に加えることができる。これで簡易融合サーチ。強すぎ。なんでもできそう。インスインスタントフュージョン発動。さあ、インスタントフュージョンの効果により自分の、デッキから北
トカロスを特殊召喚し、てめえだけじゃないんだよ何も。キトカロスを使えるのはてめえだけじゃねえ。ティアラメンツキトカロスのオンスター効果発動。ティアラメンツキトカロスによってシェイレーンを墓地に送ることにより、シェイレーンの効果も起動させていくぜ。これどっちもいいんだけどな、これどっちもいい。そして、シェイレーンの効果、さあ税金を払ってもらうぜ。うわー、税金徴収ドラゴン。そしてブフォリキュラをペンデラムスケールにセッティング。ブフォリキュラのモンスター効果、まあ、モンスターというかペンデラム効果、融合モンスターと闇属性モンスターを墓地送り現れろ、ドラゴスタペリア。そして、まあ、一応キトカロスの効果発動しよっか。なんかアドバンテージ稼げるかもしれないしな、わかんないけど何も起きなかった。バトル行くぜ。ミラージェイドの効果によって相手のモンスターを、ゲームから除外していく。やべえ、残り30秒しかねえ。ラカの楽園の効果を発動。赤の楽園の効果によってアルバスの楽園を手札に回収し、そしてそのまま融合召喚をすることができる。うわーはっ、現れろ、ドラゴスタペリアン2体目ツアーツアーツアー作業。まあまあ、やめ属性は回収するのはいいよ。その代わりお金払ってね、600円払ってもろて。強い、なんという強さなんだこの展開力。見てくれ、これが捕食ラクインティアラメンツのパワーよ。これ見るとマジで世界最強的に見えるよな。対戦ありがとうございました。さあ、彼岸の秋ありきの、あー、これまたあれですか、親顔ムーブですか。親顔ムーブですね。さては、親の顔よりも多分ムーブ、彼岸2種からのゼンマイ、ゼンマイだ。親顔ムーブきました。一体こいついつまで回してんだ。そろそろ持ち時間なくなるんじゃねえか。あ、なんだか、アミライル、あ、これなんかあれだね、モンスター同じ種族のやつ出すみたいな。マキラとかいうやばいやつできた。やば、お手札からトラップ発動しようとしてるやん。アーティファクトダグザー、ダググーズーン、マキュラ君の効果発動して、効果処理で一応、トラップカードが手札からぶち込めるようになりましたみたいな効果です。お前誰だよ、お前。お前誰やねん。お前は誰や、遠くに出る。はあ、なるほど。暴君の暴力。わからんわからん。え、ではデッキから魔法カード1枚を墓地を送らなければ魔法カードを発動できない。何、そしてダグザーの効果がチェーンしていく。で、から魔法カードを墓地を送れば発動できるぞ。メサイヤはモンスターズカード以外のお互いの墓地を送れるカードは墓地へ行かず除外される。え、やばい、これもしかして俺魔法カード発動できないんじゃね。暴君の暴力によって魔法カードを墓地を送らないと発動できないけど、メサイヤ によって魔法カードを墓地へ送れないから魔法カード発動できないってこと。え、強ない、やばい、でこの楽園融合ゲロ腐りしてるってこと。お、やばい、全然引かんねえ。お、なんだその最強最強コンボ、やめろ、実質大きいの直面やめろ。金次郎召喚、金次郎の効果発動、ワンチャン通してくれるみたいな、ないか、ワンチャンス。いやもう一回、ちょ、そんなにさ、俺見たんだからさ、全部展開。はぁ、面白いですね、遊戯王って。遊戯王って神ゲーですね。遊戯王って神のゲームですね。こんな楽しいゲームを毎日できて俺は幸せもんだ。遊戯王って楽しいなー。